いいいい、俺ら上でも、うん、上でもどこでもいいよ、ね、ジーズの下がいいと思うんだよ、うん、おりゃーっと前半でスキー浮かさないようにだな。はい、オッケー。今のやろ、アウトポールと合わせたか、アウトポールが斜めになってる。そう、うん、じゃあはい、オッケー。はい、オッケー。よし、お、腕前すぐ来たな。うん、いいね。いいぞ。はい、オッケー。変更があったので、あと希望とあったんですけど、今いいですか。あの、いいよ、いいよ。中心日は、はい、オッケー。中心日は行かないと決まりました。うん、で、18日にさ、中高とも練習したいんだ。はい、だって手を取ったな、ほら高校生は大回転やったんだって。うん、でさ、あの今取ってあるところがさ、大回転はほら、手引くな、大会コースだよね。はい、オッケー。一つもし取ってもらえればと思ってさ、スラローム、ほら、あ、上だけ動かないんだ。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、うん、あ、ほんと、はい、わかった。並べて立てられない、うん、はい、オッケー。うん、あのね、スラロームだったかな、大会コース。あ、自衛さんとかスラロームかな、わかんない、ちょっとわかんないけど、うん、確かね、17日が、一番左の斜めにで、18日が大会コースだったと思うんだよね。もうチルドレンでやる。はい、オッケー。もしできれば、あともう一つスラロームの、うん、浮かすなーって、ターンの前半スキー浮かないように。うん。あ、ほんと？もう並べたらできないよね。利用してスラローム。あ、それ厳しい。はい、オッケー。あるか。西田と木島平行ったことある？大会コース。木島、うん、木島の大会コース行ったことある？あ、この前で行った？どう？うん。うん。あ、駐車面がメインなの？あ、そうか。はい、オッケー。そうなんだ。あ、そうしたらあれだね、スラロームも練習するって言ったら駐車場練習した方がいいね。大会のこと考えりゃね。じゃあちょっと考えてみて、ちょっと考えてみて、うん、もうちょっと、はい、オッケー。とりあえずじゃあ1コースしか取れないね、うん、あその大会コースのね。了解、分かった。じゃあちょっとね、考えてみます。うん、すいません。じゃあそういうこと、中心じゃとりあえずなしにしといてください。はい、すいません、お願いします。どうも。はい、失礼します。
はい、OK。少し離すな。はい、OK。どう？厳しそうコース。やっぱ二連は、うん、その並べてっていうのはやっぱ難しくて、うんうんうん、でその18日に、うん、上部のペアリスト動かないらしいですよね。ああ、本当。はい。だってもしじゃあやるっつったらその一番左の下斜面、うん、高いコース結構ゴールが上がってて、うん、下斜面じゃないらしいですよね。あ中斜面なんだ。ああ中斜面がメインですねって下に来るんで、うん、そしたらじゃあその下斜面だったらどうかなっつったら、うん、やっぱ中斜面で練習した方がいいと思うっつって、うん、いい人は言うんですよね。そうか。じゃあそうだ、記事までやるかどうかだな。じゃああとはそうですね、うん、なんで二手に分かれるかどうかってことだな、じゃあ、うん、はい、OK もらってっていうともあるよね。高校はあっちの方が距離も取れるし。そうだよな。はい、GS であれば向こうでやる、うん、った方がいいと思うんですよね。そうだな、うん、じゃあもしスラロームでじゃあ中学木島平でできるっていうんであれば、うん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 、中学木島平でもいいかなと思って、うん、スラロームなら。そうな。はい、あそこの大会コースでスラローム結構周り悪いんで、うん、境クラブは。まあそうだな。はい、GS ならいいですけどね、はい、キルナが取れて。そうだな、ね、あっちで記事までやってもいいわけですね。そう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 、ここは時間あると思うんでな、できれば GS は長いコースでやった方がいいと思うんで、うん、そうだね。はい、ちょっと話してもらって、うん、可能かな。了解。はい、なんか4ついいんかな。うん、はい、 OK。遅いタイミングが、ストレートの入り。OK。はい、OK。はい、OK。おりゃ、リズム遅い。